ガーミン。ガーミンはアメリカ合衆国で創業された GPS、GNSS 機器メーカーである。ゲイリー・バレルによって1989年に設立された。ガーミンという社名は創業者二人の名前の一部、すなわち、ゲアリーとミンに由来する。陶器場、現在スイス・シャフハウゼン州、シャフハウゼンにグループ本社を置き、運営上は、 アメリカ合衆国カンザス州のオレーサにある、子会社のガーミンインターナショナル社、ガーミンインターナショナル、インクが実質的な本社として機能している。最大の生産設備を持つ重要市会社は、台湾台北県汐止市にあるガーミン、アジアコーポレーション、ガーミンコーポレーションである。ゲイリー・バレルは1944年に生まれ、ウィチタ州立大学で、 電気工学の学位を得た後、レンセラー工科大学の大学院で学位を得た。その後1963年にエドワード・キング・ジュニアによって設立されたばかりの航空ラジオメーカーである、キング・ラジオで6年の間働くこととなる。それは、オラースの農場の中にあった。パイロットの免許を取得したバレルは、同社で最も成功したナビゲーション機器及び、 通信機器の開発を主導した。1969年にはボーイングに無線機器の供給を開始した。1989年までにバレルは短期間ローレンスエレクトロニクスで働いた他は会社員としての社歴のほとんどをキングラジオで費やすこととなった。その間にこの会社では経営体制に何度も大きな変化があった。百八十三年にキングラジオは アライドコーポレーションによって買収され、その際に旧ベンディックスコーポレーションとしかしベンディックスキングとなった。その後、アライドコーポレーションは1985年にシグナル社、シグナルカンピニツと合併し、1993年にアライドシグナル社に改称。その後1999年にはアライドシグナル社はハネウェルを買収し、買収後の社名をハネウェルとした。 公民館は1949年に台湾南投げ県の竹山鎮で生まれた。彼は台湾海軍に勤めた後、国立台湾大学に入学。その後電気工学で上級学位を得るため、渡米し、テネシー大学に入学。大学院生として NASA とアメリカ合衆国陸軍のための研究を行った。その後も軍需産業であるテレダインとマグナボックスに勤めた。 1983年にバレルはタカをアライドコーポレーション参加であったキングラジオの彼の部門に雇った。その際、こうはマグナボックスで当時はナブスターとして知られていた GPS 衛星を使った軍事ビゲーションシステムの開発を行っていた。バレルと共に働いている間に彼は最初の航空機向け GPS ナビゲーションシステムが アメリカ連邦航空局から認可を受けるために開発を主導した。1989年にバレルはアライドコーポレーションを退職。彼は同社が GPS 技術に基づく製品をもっと追求することに積極的であるべきだと確信したが、経営陣がこの考えに同意しなかったことに失持したためである。彼はマグナボックスを含む他の会社での面接も受けたが、 彼が望むような仕事を見つけることはできなかった。経験なクリスチャンであったバレルは1984年、オレーサに設立されインディアンクリークコミュニティ協会の設立メンバーであった。そこで、アライドコーポレーションを辞して、聖職者の道に専念しようと考えていた。しかし、ある夕食の席で、コうはバレルに会社を起業することを考えたことはないかと尋ねた。 バレルはその考えはなかったと答えて、だが、もし会社を始めるのであれば、タカとだけ組んでやっていくとことだ。両者とも、ナビゲーション技術の将来は、GPS 技術にかかっていることで意見があった。GPS 衛星のハイビーが、まだ構築途上であった当時、1986年のスペースシャトルチャレンジャーの爆発事故のため、システム構築が24ヶ月遅れることとなった。 衛星はデルタ2ロケットに適合するよう設計変更された。システムが運用可能と宣言されたのは1989年4月である。その後1991年の湾岸戦争で GPS 技術が米軍及び多国籍軍に決定的な戦略的優位を与えたことが証明された。河は企業を計画し台湾にいる旧友を訪ねた。 投資金行員である、彼は、企業のための資金援助をすることを保証した。それから数週間後、バレルと、コ港は、台北に行き、さらに数ヶ月後、彼らの預金口座には400万ドルが振り込まれていた。その資金は、多数の技術者とカンザス州レネックサに、事務所及び業務スペースを確保するには十分であった。企業にあたり最初に名付けた社名はプロナブであった。 しかし、競合他社が GPS レシーバーにネイブプロという名称を使用していたため、商標権侵害を主張され訴訟となった。そのため社名をガーミンとした。由来は先に述べた通り二人の創業者のファーストネームを組み合わせたものである。ガーミンの最初の製品は GPS100 というパネル搭載型の公開用 GPS レシーバーで、 2500ベドルで販売された。その製品は1990年、シカゴでの国際海洋技術見本市で発売した。その製品はすぐヒットし、5000個の受注があった。その後1991年1月に高は、台北に製造施設を建てるため、台湾に向け出発した。もう一つの初期の製品は、携帯型 GPS レシーバーで、 1991年の湾岸ンン戦争のサイクウェートとサウジアラビアで勤務する軍人の間で人気を博した。2000年初頭には趣味のランナー向けにホーラナーと呼ばれる個人向け GPS 装置を発売した。腕時計型のフォートレックスはハイカー、マウンテンバイカー、ヨット愛好者の間で人気が出た。ガーミンはカーナビゲーションシリーズとしてストリートパイレットも発売した。 これは、モノクロ画面だったが、後続のストリートパイレット E は16色カラーで、より先進的な機能を持っていた。ガーミンの GPS レシーバーで、最も人気のある GPS 製品、E-TREX というハンドヘルド GPS シリーズは1998年に発売された。ベースモデルは、一般的には E-TREX クスイエローと呼ばれている初級者向けモデルある。上位機種には、 ベンチャー、レジェンド、ビスタサミットがあり機種によっては、地図、電子コンパス、気圧高度計、バス、市街地情報などの機能が搭載されている。一方、ゲコシリーズは、E トレックスシリーズよりさらに低予算車や、軽量志向のハイカー向けのコンパクトな、ハンドヘルド GPS レシーバーである。2003年に、ガーミンは、 PDA と GPS が統合された機器である EEC シリーズを発売した。2005年10月31日に EEC M4 は地図データをパソコンからプリインストールすることを要求しない最初の PA になった。イギリス版が西ヨーロッパの地図データをプリインストールして出荷する。一方でアメリカ版は北米の地図データをハードウェアに内蔵した。2005年10月。 ガーミンは、ストリートパイレット i シリーズを発売した。i2,i3,i5 の3モデルあり、i2 はモノクロ画面で地図をロードするのにマイケロスリ、カードを必要とした。i3 は、画面がカラーであること以外は、i2 と似ていた。i5 は、カラーで、地図はあらかじめプログラムされていた。ストリートパイレットのより進化したバージョンとして、C シリーズがある。カラー大画面タッチスクリーン。 FM 交通情報、マイクロソフトが北米向けに提供する FM ラジオベースの情報サービスによる天気及び各種情報の更新及び Bluetooth をサポートした。2006年10月にはポケットサイズ、ワイドスクリーンの NewBe300 シリーズの後継となる NewBe660 の出荷を開始した。この製品には Bluetooth、FM トランスミッター、 画面の輝度とスクリーンサイズのすべてをアップさせ、小型薄型サイズに詰め込んだカーナビである。ガーミンは GPS 機能を合わせ持つ魚群探知機も製造している。2008年4月に同社はガーミンモバイル PC を発売した。ラップトップ PC 向けの GPS、ナビゲーションソフトウェアとマイクロソフトウィンドウズオペレーティングシステムを搭載した。ガーミンは 航空技術専任の部門を持っている。統合化コックピット、パネル搭載型ディスプレイ、マルチファイクションディスプレイ、トランスポンダ、その他関連するアビオニクスなどを担当する。例えば G.00 は航空機メーカーの新造機向けに OEM 供給される全面グラスコックピットの操縦計器後方計器フライトマネジメント統合システムある。G900X は G.00 と似てはいるが、実験航空機のために設計された。この他に、既存小型航空機の標準装備のケ機と乾燥して、グラスコックピット化を行うことを目的とした G.600 といった製品もある。G.00 は、目覚ましい成功を収め、現在では、セスナ、パイパー、ビーチクラフト等の小型航空機製造大手をはじめ、多くの航空機メーカーにおいて、 単発ピストンエンジン機から軽量クラスのビジネージェットまで広く採用されている。また単体での提供だけでなく航空機メーカーがガーミン製のアビオニクスをベースにした独自モデルを搭載することも認めている。ガーミンは1991年 GPS-100 アベドパネル搭載型レシーバーで航空市場に参入した。 彼らの最初のポータブルユニット GPS-95 は1993年に発売された。GPS-155 パネル搭載型ユニットは1994年、景気侵入方式のための完全な FAA からの認証を取得した最初の GPS レシーバーである。1998年、ガーミンは GNS-430 を発表した。これは、 GPS、ナビゲーションレシーバーとコミュニケーショントランシーバーが統合された製品である。ガーミンは2003年の航空市場において UPS エビエーションテクノロジーズの買収を通じてその存在を拡大させた。それによりすでに UPS が買収していた E、モローの航空機向け GPS、ナビゲーション、コミュニケーションユニットであるアパロシリーズを商品ラインに 追加することにより既存の航空製ラインを補った。E. モローは1982年にオレゴン州セーラムを本拠として公開用ロラン C 及び総合航空機器メーカーとして設立された。1986年にユナイテッドパーセルサービスが宅配業務と荷物追跡業務のためのエレクトロニクス技術の展開のため買収し、1999年には社名を UPS エビエーションテクノロジーズへと変した。その後海洋事業から段階的に撤退するとともに、総合航空事業に重点的に取り組むようになった。1995年にガーミンは1億500万ドルの売上高に達して2300万ドルの利益を成し遂げた。1999年には2億3300万ドルの売上高。 利益6400万ドルを計上した。1999年にフロストサリバンが実施した市場調査によるとガーミンの製品は北アメリカにおけるアウトドア市場において GPS レシーバーを購入したいと考えている市場占有率の約50%を得た。同社自身の見積もりでは航空改造製品は59% 携帯用の航空 GPS 製品の市場占有率でそれぞれ76%の市場占有率であった。2000年までにガーミンは300万台の GPS 機器を販売し50種ものモデルを生産していた。それらの製品は100カ国で販売され2500の販売代理店で扱われた。2000年8月22日の時点で同社は GPS 技術に関する35の特許を保持していた。2000年6月末までに、同社は1205人を雇用した、アメリカ合衆国541人、台湾635人、イギリス29人。2000年12月8日に、同社は公式に、ナスダック市場で取引を開始した。当時バレルは1991万1155株を、 こうは2035万2803株を所有していた。彼らの持ち株を合わせるとガーミン株全体の45%になった。台北で弁護士をしている高野兄弟は、それとは別に798万4109株を所有していた。合わせると54.22%にもなった。2003年の8月にガーミンは、 UPS エビエーションテクノロジーズの買収を完了した。ユナイテッドパーセルサービスの子会社が、個人向け及び商用の航空機のために、パネル搭載型 GPS、ナビゲーション、コミュニケーションユニットと統合化コックピットシステムとその製品ラインナップを拡充したのが当社である。買収した会社は社名を、ガーミン AT の完全な子会社として業務を継続した。 ガーミンはダイナストリームイノベーションズ、そしてデジタルサイクロンを買収した。ダイナストリームは、カナダアルバータ州国乱を本拠地とする企業で、パーソナルモニタリング技術、例えば、スポーツとフィットネス製品のためのフットポットと、心拍数モニタそして超低消費電力活定価格で広範囲な、アプリケーション、アント、アントプラスなど、の接続技術分野のリーダーである。 エイメテック SATSAS は、ガーミン製品のフランスにおける卸売業者である。買収後、社名を、ガーミンフランス SAS に変更した。デジタルサイクロンは、ミネソタ州チャン8000に本拠を置き、アウトドア愛好家やパイロット向けに、天気情報を提供する。ガーミンは、ノータマティックマリンシステムズ、をも買収した。オレゴン州に拠点を置くボートの向け自動。 操縦装置システムを提供する会社である。2011年には、ドイツの衛星ナビゲーション会社、ナビゴン、ナビゴンを買収した。2016年9月30日には、日本国内販売代理店である、株式会社イーヨネットを買収し、子会社化。2017年4月1日に、ガーミンジャパン株式会社と株式会社イーヨネットを統合。2003年にバレルは、 ガーミンの CEO の職を退いた。そして2004年には取締役会時に会長を退任した。彼は現在名誉会長である。一方、コウは2003年に CEO になり、2004年には会長となった。2005年のフォーブスによると、コウの純資産は15億ドルと推定された。彼は1750万ドルをテネシー大学に寄付した。同年、フォーブスは バレルの純資産を9億4千万ドルと推定した。2006年、ガーミンは年末までにソフトウェアのすべてを MacOS 店向けにリリースすると発表した。2006年、ガーミンは企業ロゴの刷新を発表。同年、同社はイリノイ州シカゴのミシガンアベニューに小売店を展開すると発表した。オレゴン州に拠点を置く。 航空機会社エピックエアー LLC は2007年4月17日頃に認定済み、または実験段階の長軽量ジェット機及びターボプロペラ機へガーミン製ラスワークコックピットと関連したアビオニクスを使うと発表した。2007年、ガーミンは2008年、2009年のイングランドプレミアリーグのサッカークラブであるミドルスブライ f C のスポンサーとなった。 2008年に同社はサイクルコンピュータが同社の取り扱いであることをプロモートするためチームスリップストリーム現チームキャノンデールガーミンのスポンサーとなった2009年からレッドブルエアレースワールドシリーズに参戦しているピート・マクロードのチームスポンサーとなっているまた大会の公式カメラスポンサーとして出場する機体に搭載するからも提供している 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。